本日は私にとっても山本石油にとっても大変重要なことが決定しましたので動画を撮影しています。私はガソリンスタンドの運営会社の社長として2017年に岐阜県に水素ステーションを建設してしまった山本石油の山本と申します。水素エネルギーの利活用というエネルギーの大きな変化についてより具体的な実例をもって知りたい方はぜひチャンネル登録をお願いします。結論から申します。山本石油は2軒目の水素ステーションを建設します。場所は愛知県小牧市で小牧オアシス敷地内となります。つまり高速道路に接続している形の水素ステーションです。300ナノリューベイのパッケージタイプで現状日本中で最も多くある形です。ちなみにガソリンスタンドとの併設です。今回2022年4月に経済産業省の令和4年度燃料電池自動車用水素供給設備設置補助事業の採択を受け、仮称水素ステーション小牧オアシスの建設を発表することができるまでになりました。水素ステーションの開所は小牧オアシスのオープン予定である2024年春となっています。山本石油は創業よりガソリン、プロパンなどを中心にエネルギーに関わる仕事を続けてきました。自動車用燃料の今後の変化にどう対応するのかを検討していく中で水素ステーションという選択肢にたどり着きました。そして2017年から建設を始め、2018年には岐阜県恵那市で水素ステーションを開所し、現在まで運営を行っています。今回2軒目の水素ステーションを建設する小牧オアシスは2024年に愛知県小牧市にオープン予定のハイウェイオアシスです。小牧ジャンクションと中央道小牧東インターの中間あたりに予定されています。小牧オアシスでは地域の特産品や全国の食を楽しめるレストラン、多種多様なイベントが行われるイベントスペース、先進スポーツ体験施設やリラクゼーション施設など多くの施設が入る予定です。そんな小牧オアシスの取り組みの中でも環境に配慮したエネルギーや未来の自動車社会への対応として今回水素ステーションの設置を依頼されました。ことの経緯ですが、1軒目の水素ステーションの開所から半年後には今回の話が始まりました。当社がサービスエリアでガソリンスタンドを運営している関係もあり、小牧オアシス側よりサービスエリアでのガソリンスタンドの運営に関して意見を聞かせてほしいとの依頼がありました。様々なお話をしていく中で、小牧オアシスでのガソリンスタンドの建設運営の依頼を受けることになりました。この時点ではガソリンスタンドだけのお話でした。当社でも様々な検討をした結果、このお話は受けることにしました。その後、オアシス小牧側が当社が水素ステーションの運営をしていることを知り、水素ステーションの併設運営のお話をいただきました。ここが2019年頃の出来事になります。小牧オアシスへの水素ステーションの建設について社内でも様々な検討をしてきました。補助金が出るとはいうものの、費用的にはガソリンスタンド単体に比べて数倍の費用がかかります。水素ステーション自体が現在まだまだ収益化できない事業であることを考えても、本当にこのお話を受けるべきかかなり悩みました。しかしこのようなチャンスをいただけることは当社にとってもありがたいお話だと考え、水素ステーションの建設運営を受けさせていただくことにしました。昨年2021年11月に岩谷産業が足柄サービスエリアに水素ステーションを建設するという計画を発表していますが、2019年当時高速道路に接続されている形での水素ステーションはまだ一軒も計画すらされていませんでした。うちのような中小企業がこんなことを本当にできるのだろうかとも考えました。しかしうちのような中小企業がこういう事業を行うということが水素社会の実現のために何らかの意味があるのではないかと今は思っています。また高速道路上に水素ステーションをというのは
FCV ユーザーからも多くいただいていますので、ユーザビリティにもかなうことだと思っています。このような事例が増えていくことが、エネルギーとしての水素の利活用に対して小さな一歩になればと思っています。そして何よりもチャンスはつかみに行くしかないと思っています。2024年春のオープン後には、セルフ化やバスなどの大型対応も状況を見極めながら検討していきたいと思っています。そしてオープンの2024年春までは、水素ステーションがどうできていくのかというのもできる限り動画にしたいと思います。水素関係の時事解説、水素に関わっている企業へのインタビュー動画も投稿していきます。岩谷産業牧野会長やトヨタ自動車豊田社長へのインタビューを目標に頑張っていきたいと思います。もしいいなと思ってもらえたら、チャンネル登録やいいね、コメントをいただけたらとても励みになります。 Twitter とインスタもやっています。概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらも見てください。今回は山本石油として2件目の水素ステーション建設のご報告でした。最後までご視聴ありがとうございました。